シェフズレシピのコーナーです。週替わりで4人のシェフがお役立ちレシピを紹介しています。今週はこの方、フードコーディネーターの桜庭美佐さんです。食と日本酒の知識が豊富なんですよ。よろしくお願いします。はい、美佐さん今日は何を作りますか。はい、食感を楽しむ豚肉の生姜焼きです。食感を楽しむ、はい、あトッピングがあ何やら、はい、たくさんあります。ナッツ、はい、わ材料気になりますね。見ていきましょう。4人分で掲載しています。豚肉生姜焼き用300g、ミックスナッツ 60g、 舞茸1パック、片栗粉適量、すりおろし生姜大さじ1、酒大さじ3、みりん、山級杉桶仕込み吟醸それぞれ大さじ2、ごま油適量です。さあこちらのお醤油使いますね。はい、2年以上の時間をかけて杉桶でじっくりと仕込んだ天然醸造のお醤油です。ではお願いします。はい、まず材料です。はい、豚肉、こちら生姜焼き用のを用意したんですけれども、まあ細切れ肉でも大丈夫です。はい、そして舞茸細かくしてあります。まあ、手で裂けばね、あのまな板包丁も使わなくていいので、このぐらいで大丈夫、あまり細かくしすぎなくても大丈夫です。食感を楽しむですからね。そうなんですよ。はい、舞茸の食感も楽しみましょう。そしてミックスナッツ、アーモンド、カシューナッツ、くるみが3種類入ってます。はい、はい、私今日あの素焼きのあのナッツを用意したんですけども、まあ、お家にちょっと塩味がついたものしかないという場合は後であの味付けの時に調整していただきたいと思います。さあではナッツを細かくしていきます。これはじゃあまやちゃんにやってもらいます。いいんですか。はい、私が細かくっていうとどうやるんでしょうか。そうですね、あの日頃の鬱憤をじゃあこれでバンバン叩いて粉々になりますよ。いいですか。ちょっと食感を残す程度。はい、食感を楽しむですから、ほどほどに。はい、はい、ね、はい、あのアーモンドを目指して細かくすると早いかもしれない。アーモンドが、そうですね、はい、割れにくいですね。うん、まあ、あとお好みの大きさで、ね、このぐらいなら食感残るかなぐらいで、まあ、このぐらいでもね、はい、はい、ポイント、ナッツは食感を残すために細かくしすぎないって読みながらちょっとなんかストレス、あ、違うか。だいぶ細かくなりましたね。バレ足りないぐらいなんですけどね。はい、ではこちらを調味料と混ぜていきます。このミックスナッツを調味料と混ぜるんですね。はい、で、すりおろした生姜先に入れましょうか。はい、こちらすりおろし生姜は、皮ごとすりおろすと香りがですねよく出ます。ポイントです。こちらポイント2つ目ですね。皮ごとすりおろしましょう。はい、そしてお酒を入れます。はい、お酒大さじ3です。はい、そしてみりんを入れます。みりんは大さじ2です。はい、そして、山級杉桶仕込み吟醸醤油が入ります。こちら大さじ2です。はい、はい、で軽く和えますね。はい、生姜のいい香りがしますね。はい、では、豚肉に片栗粉をまぶします。はい、まあ、両面まぶしていくんですけど、先に事前にちょっとまぶしてあるので上の表面にかけていきますね。はい、これ片栗粉をまぶすことで肉の旨味を、ね、逃さずジューシーに焼き上がります。はい、今日のポイント3つ目です。はい、そしてね、ナッツと舞茸との、ね、辛みも良くなりますからね。はい、ですね、はい、全体的に、はい、よくまぶしていきますね。はい、ではですね焼いていきますが、はい、まずは舞茸から焼いていきます。フライパンにはごま油が、はい、もう入ってますね。はい、ごま油適量ですね。はい、では舞茸も全部入れてしまいます。はい、はい、舞茸をまず炒めます。ごま油のいい香りがね、舞茸と合わさって、はい、ちょっと香りしますね。香りしますね。やっぱり季節のものもいいですね。いいですね。ナッツもですし、まあ、キノコももちろんね、なんか秋っていう感じで、感じでというか、まあ、秋のね、旬のものですからね、キノコもね。はい、油と混ざって、結構舞茸もサイズ大きいですね、やっぱり。そうです、食感を楽しむ、まあ、だんだんね、またしんなりしてきてしまいますので、はい、あまりね、最初の時に小さくしすぎない方が。そうですね、ね、はい、まあ、このぐらいちょっとしんなりしてきたら、今度は、はい、豚肉を焼いていきます。はい、豚肉ですね。じゃあちょっと豚肉のスペースを片栗粉をまぶしておいた、はい、豚肉、はい、うわ、あ、
これ、今日、ね、はい、門脇さんもいらっしゃるのであんまり慌てて食べても大丈夫なように、カットしてあります。はい、お肉の大きさは、はい、お好みでということですね。はい、うん、いつも慌てて食べますからね。そうですね、はい。今もすごい楽しみに待ってる。そうですね、はい、はい、わますますいい香りになりました。はい、ではですね、まあ、表面さっと両面をねさっと焼いていきますね。あ、舞茸のいい香りがしますね。お時間あれば、舞茸って酵素でお肉が柔らかくなるので、事前に、まあ、生の状態の時に舞茸と豚肉を合わせておいて、それから焼いてもいいと思います。はい、片面焼けましたね。はい、うわー、おいしそう。いいですね、これ翌日のお弁当とかでも、あら、いいですね、味が染みますね。たっぷり作っておきたい。うん、5人分で紹介してますけれどもね、これ全てはお肉入ってないんですよね。そうなんですよ。うん、はい、今日は 300g 使ってますので、はい、そうですね、まあ、少し大体、まあ、今煮絡めるので、また調味料と一緒に、はいはい、お家庭ではもう少し、そうですね、はい、では、はい、調味料を、時間の関係で調味料入れていきます。はい、ナッツが入りますね。はい、あ、生姜のいい香りがしますね。生姜の香りがいいですね。お醤油の香りも、はい、食欲そそります。しっかりと、ここもフライパンに入れちゃって、はい、絡めていくんですね。わあ、もうたまらないで、水分も蒸発して、そう、はい、このお醤油の焦がし醤油の香りがいいですね。はい、はい、ということで完成です。はい、こちらで完成です。食感を楽しむ豚肉生姜焼き、はい、作り方はですね、ホームページで掲載しています。 YouTube チャンネルにも動画が上がりますので、どうぞゆっくりとご覧ください。はい、さあ、それではですね、お待ちかねの試食タイム、私、酒井と門脇さん、ちょっとぜひお隣に。嬉しい。はい、まさか門脇さんもずっと待ってました。せーの、いただきます。うわ、うわ、うわ、うん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 、ザクザク食感、ごまもいいし、うん、このごまの油もいい、うん、ああ、おいしい。ナッツの食感、舞茸もやっぱり香りがいいです。おいしいね。はい、ね、門脇さんもうなくなりました。食べやすい大きさにね、みさおさんが切ってくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、桜庭みさおさんと食感を楽しむ豚肉生姜焼き作りました。来週は居心地シフォンのオーナーパティシエ田代真由美さんと食パンでアップルパイを作ります。以上、シェフズレシピでした。